古市古墳群。古市古墳群は、大阪府羽びきの市、藤井寺市にある古墳群。20基が国の史跡に指定され、27基、重複含む学内庁により、天皇陵、八基、皇后陵、二基、皇族墓、一基両墓参考地、一基、両墓倍長、15基に地上されている。東西、約2五キロ、南北四キロの範囲内に、 本田五病山古墳、伝王神陵人寮など墳丘町200メートル以上の大型前方公園墳6基を含む123基、現存87基の古墳で構成される古墳群である。いずれも標高24メートル以上の大地や丘陵上にある。北部の本田五病山古墳、伝王神陵、人寮、中津山古墳、田中津姫寮、篠山古墳、田ン行寮、 岡見山在古墳、電柱愛領などの古い古墳と南方の前の山古墳、白鳥領を中心とする前方部の著しく発達した西向きの新しい一群とに分けられる。相対的序列は中津山古墳、本田五病山古墳、中津山古墳、津道城山古墳、死の山古墳、墓山古墳、河内大塚古墳、前の山古墳、ぼけ山古墳、白八山古墳、 高谷城山古墳になるであろう。古墳造営には、豪族の恥しなどが関与していたと考えられている。2008年9月26日、大占領古墳、仁徳天皇陵を含むモズ古墳群と共に、世界遺産の国内暫定リストに追加された。歴史学や考古学の一部学会には、世界遺産登録や、その登録条件となる文化財指が、 区内庁管理課の天皇陵古墳の公開や発掘調査に道を開くものとして歓迎する声がある。2008年から、羽曳野市教育委員会が行った発掘調査で、高谷城山古墳、伝安関天皇陵の近辺で、これまで道古墳群内で未発見だった、6世紀中頃のものと思われる前方後円墳、白不動坂古墳が見なされた。 安官天皇の記載らが祀られていた可能性も指摘されていたが判明前に宅地開発によって破壊されてしまった。2019年7月6日の第43回世界遺産委員会にて古市古墳群のうち26機が世界文化遺産に登録された。なお、河内大塚山古墳、大塚陵母参考地を古市古墳群に含める説がある。 現存する古墳のうち14期が2001年1月29日付で一括して国の史跡に指定された。これら14期の古墳のうち12期は1956年から1986年までの間に個別に国の史跡に指定されていたもので2001年に既指定の史跡を一件に統合し青山古墳とシベル山古墳を追加指定した上で改めて 古市古墳群として指定したものである。その後、2014年に稲荷塚古墳、東山古墳、割塚古墳、2015年に唐光山古墳、2016年に松川塚古墳、上原寺山古墳がそれぞれ追加指定され、史跡、古市古墳群は、計20基となっている。1968年、航空写真から大溝が発見された。 減存している部分もあるし、埋没している部分や池に利用されているところもある。幅20から30メートルの大溝が、前方後円墳の墳球の間を走っている。日本初期、忍徳天皇14年の上にある、寒宮、小向の大溝、大うで、かと推定されている。古市の大溝と名付けられている。この溝は、古市古墳群形成の過程で掘削され、 数度の改築の跡が残っている。8世紀には埋没してしまったところも出てくる。1978年に3塚古墳から古代の運搬具、修羅が出土し、話題となった。世界遺産に求められる顕著な普遍的価値を2007年の文化庁による世界遺産候補地公募に際して一府三市が作成、提出した提案書では、モズ、 古市古墳群における墳球形態が日本各地の出るとなり、服装品や埴輪にも影響を及ぼし、古墳文化とその交流の中心地であり、独自の文化が存在したことを示している前方後円墳をはじめとする独特な墳墓形態と、その築造技術は独自発したもので、それを可能とした高度な土木技術の存在を裏付ける物証であるとした。これに対し二千十年に、 暫定リスト掲載を決めた際に、文化庁は、4から6世紀にかけて、日本各地で造営された古墳は、モーズ、古市古墳群を基範とし、古墳時代に共通する古墳造営の価値観の交流を示している。また、巨大古墳の周囲に、中小の多様な古墳を配置していることは、当時の政治的、 社会的支配の実態を反映しており、古墳造営の独自の文化的伝統があったことを示唆する仏性であるとコメントした。また、2012年に開催した国際シンポジウムでは、造王母における巨大化や、来世間は古代中国の価値観が波紋上に、東アジアへ広がった仏性であり、モーズ、古市古墳群の王母は、その和風、和風で配下された価値観が現れている。 膨大な労働力と時間を費やした、墳墓造営は、国家形成過程における権威、権力の存在を示している都市、国際交流や国家形成という視点が加えられた。2019年5月13日、ユネスコの諮問機関は、古市古墳群を含めた、モーズ、古市古墳群を、世界文化遺産への登録を勧告した。モーズ、 古市古墳群は2013年から毎年世界遺産への推薦を目指してきたが、3年連続で国内選考から漏れ続けた。その理由として、文化庁は、階層性が示す、顕著な普遍的価値の合理性の検討、構成資産がどう、顕著な普遍的価値に貢献しているかを明確にする、説明が足りないとし、古墳群が抱える課題を提示したが、問題も残されている。 さらに、推薦候補に決まった後も、モズコフン群と古市コフン群を一体化して捉える、理由が不明確であるとも指摘している。また、世界遺産推薦に際し、完全性、インテグリティとして、法的保護根拠が求められ、国内の既存文化遺産の大半が文化財保護法を、よりどころとしてきたが、天皇陵両母さんコーチは、国有財産法に基づく、 公質用財産のため文化財指定が困難であり、世界遺産条約では、当該国内法令に定める、財産権は外さないとし、所有権とその権利の行使は認めている。このことはひいては秘匿性、低タブーを高めることになりかねない危惧もある。こうしたことを受け公正資産の見直しが図られ、古市古墳群からは、石面山古墳、割塚古墳、 コロモイ塚古墳、宮野南塚古墳、唐溝山古墳、松川塚古墳、稲荷塚古墳を除外することを決定。法的保護根拠は、景観法を中核とし、両古墳軍艦の移動に関しては、レンタサイクルの活用を推進する。このほか、堀の水の波で墳キ部が崩れたり、堀に産業廃棄物が捨てられる、大量発生した青子が腐り、 異臭を放つといった問題も報告されている。上記の顕著な普遍的価値に加え、課題指摘事項に対しても斬新な切り口で対応する見解が示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。